PR した。そう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 。そうなんですか。そう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 。この前の動画でロディオやったんですよ。いや、ロッディオの打つとやっぱ高音が出るんですよ、はい、すごい大好きです。文字可愛いですもんね。ロッディオはそう、7番がこうちょっと線が入ってたりとか、ね、うん、なんかこの Q、はい、BQ、はい、この下 R になるんですよね。はい、 RS、 ここもメンズ。メンズです。お、シルバーにしてます。カスタムだ、はい、ピンクとかブルーとか全部変えれるんですよ。これシャフトモードなんですか。シャフトも、はい、そうです。一番柔らかいやつ、女性向けの。へ、はい、ドルフィンどうです、50、56。そう、RS まで入ってたんですけど、ちょっとやっぱりこっちの方がスピンがだから軽い方が、うん、使いやすいなってところで、ちょっと今ドルフィン入れてます。うん、はい、そうですね、やっぱドルフィンあれですか、滑りやすいですか。そうなんですよね、はい、スピン効かせやすいというか、安心して打てる感じが、はい、開きました、お願いします、はい、ショー、うまっ。これはちょっとめっちゃもう全然やばいやつです。やばいやつ。そうなんですか。全然もうミスです。ミス。ミス。まっすぐ飛んでくれてますけども、自分の前のクラブだったら完全に。ただただナイスショットにしか見えないんですけど。ね、めっちゃなんだろう、タメ？そうですね。ここがすごいですよね。これさ、左側なんかやばいやつだから。そうっす。左ちょっとダメなやつ。刻まなきゃいけないやつ。どっちにしろ。白からは結構ですね。刻まなきゃだ。もしや。やばい。刻みます。耐えてる耐えてる。うん、攻めたい。ちょっとでも崖越え。この後崖越え。そうっすね。あんまり次残りすぎちゃってもあれですもんね。確か。うわ、いや違うわ、これ左に。あれ、どんなコースだったっけ。あ、この後もう狭いんだよ確か、はいはい、ピッチングで。いや、そこだな。やばい、攻めすぎた。うわ、狭いっすねここも。うーん、もうちょっとドライバーが良ければセカンドも、はい、ちょっと谷に落っこちちゃう可能性もある。危険な、でも攻めるって感じですね。ギャンブルショットです、はい。これ行ったんじゃないですか。行った？左のちょっと手前に。全然もう見えないですね。ね、見えなかったですね。厳しいかな。いやー、でもいいショットですよね。当たり的には。はい、当たり的には。ほぼ狙い通りですよね。うん。ちょっとやっぱ引っ掛け気味なんで。はい、右向いて左あるといいな。ちなみに。ブリストルヒルは来たことありますか。はい、一度だけ来たことあります。じゃあもうほぼほぼ初めて的な。はい、でも難しいな印象はって印象で、はい、もう本当にとんでもないスコアを叩き出したので、ちょっと今日緊張してました。難しいですよね、はい、え、違うの、ナイスオン。いや、見えなかったんですよ。全然見えない。先ちょろちょっと2段グリーンの上にある。 あ、本当だ、乗ってますよ。あ、すげえ。プレイングフォーの方に行っちゃったんですよね。私もそう見えた。そう、ね、そこからこうね、心当たりなんですよ。ああ、ナイスオンだね。よかったです。私はアーメンスタートで。アーメン。ここでもこんなんですね。
昔はここ全部もう森だった。へえ。落ちたら戻れない。出ない。出ない。けど全部買っちゃったんだね。でも見えるから難しいっていうのもあります、ね。ああ逆にね。うわすごいナイスだね。すごいな。これはすごい。ナイスそう。すごいショットです。スーパーショットですね。いやー嬉しい、よかった。スーパーショット。もうでも二段グリーンがすごいので。そうですね、あの滑り台みたいになってます。うん、私は雨にしてしまいましたのでワンペナでここまで来れました。はい。いやこれはナイスです。うん、ナイス。ナイスです。もう耐えた？耐えた。ナイス。難しいな。今日ピンの位置やばいっす。やっぱりすごいな。ピンの位置がやばいのか。やばいっす。ここも傾斜です。そう、2段グリーン意外に乗ったわ。いいものの。いいものの。どうだどうだ。いい感じ。置いてきて。キャー！ジェットコースター。いやでもこれはうん、まあ、でも難しい。速くなってるかな。グリーン速くなってますね。乾いてますね。じゃあ先に打ちましょうか。はい、変えたいな。ライン乗ってましたけど。オッケー。ありがとうございます。インスタ拝見したら、まあ70代出たじゃないですか。はい、70代出ました。なんでこれ出るほど、バーンとこう、良くなったのか。ああ、いや、そう、成田美鈴さんの演技に影響、なんていうんですか、洗礼さ、なんていうんですか、はいはいはい、そう、なんか、ゴルフに夢中になりだして、うん、で、スコアがよく80代が出始めて、うん、もしかしてこれ、まあ、もしかしてなんですけど資格とか取れちゃうんじゃないかと思って、 D チームで、そういう話をなんかさらっと聞いたことがあって、うんうん、で友人がその上手い女子がいて、うん、その子に誘ってもらって、それがきっかけでちょっと試験に T チングプロの資格を取りに行った時に、うん、運よくそう合格して、はい、その時に理論をいろいろ習ったので新飛球の法則とかを、新飛球、新飛球の法則があって、新飛球だな、その法則とかどうしてこういう弾道が出るとか、そういう理論的なことをちょっと学んで、うん、70代が出るようになったんです。わお、すごい、70代ですよ。すげえ。新飛球の法則、はい、あのぜひちょっとググってください。それもやりたいですね。それでだって70代が出るってことでしょ。ちょっと改めて教えてほしいですよね。改めて教えてほしいです。新飛球の法則、はい、今度またやりましょう、うん、はい、お願いします。でもなんか旗より左行ったら狙えなくなっちゃう。なんですかね。届きますよね。あの辺を越えますよね。うん、越えると思う。大丈夫。すげえ、山越えた。うまー、山越えた。やったー。すごいとこ狙うね。スーパーショット。今のめちゃすごい。あの白なんですけど。すごいなあ、そこまで行くんだね。
いや、ジュンさんの方が絶対飛べます。やめてってやめてってちょっとやばいよ、そんな。どうする、ここで中に入れて。うん、めっちゃ引っ掛けてるじゃん。ちゃいます。ちょっとかぶせ気味で球を打ってる、はい、そうなんです。右に行かないように。まだまだ飛距離は飛ばしたいっていう感じですね。飛ばしたいですね。でも、でもすっごい飛んでますよ。飛んでるよ、めっちゃ。いやめっちゃいいところ来てる。めっちゃいいところ。頭ね、これた頭まで来てますよ。マジで飛んでる。いや、ここも飛んでんすよ。意外とね、ここ飛んでるんですよ。だって私めっちゃ低い。ここでだって200っすから。200は飛んでます。あ、200飛んでます。だ369って書いてあった。また微妙なところに180ぐらいあるけど、これを5番ウッドで打つのはどう思います？いや、5はちょっと怖いですね。もう手前、はあ、我慢する。5は無理か。7番、5番ユーティリティか。ウッドだともしかしたらね、ちょっとガガガガガガガ、はい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 、これだったらしっかり、まあ買わなそう。結果気持ち的にはこっちの方がパシーンって、もう引っかかったらやだなっていう。ショットだ。でも届かない絶対。これスーパーショットです。めっちゃ飛んだね。なんでだろう。5番ウッドだったらグリーン越えてたと思います。ユウさんもなんとこのアゲンストが強い中で旗を越えてしまいました。安定上げた。むちゃくちゃ飛んでますねこれ。実質230ぐらい多分飛んでると思います。ここ嘘、本当飛んでます。風がだってアゲンストですから。やば。はい。無理しちゃった。ナイスイン。ゆきりんが最近ナイスインって言うから。ナイスインしてました。ナイスインしてたと思うよ。うん、ナイスインが流行ってるってね。流行っててね、コメントしてた人いるよね。知らんけど。多分ね、多分入っちゃったと思う。うん、距離は良かったんだけど、すごいしっかり全部当たってるからマジですごいですね。すね、全然もう。ピーチングは、うん、何これから？今、いつ撮ったんですか？去年の9月ですね。去年の9月。はい。じゃあもうまだ全然1年経つか経たないかみたいな。そうなんですよ。あ、ちょっとすいません。素晴らしい。ここもすごいグリーンですね。ここもね、ここもたまに奥に切ってあるんだよね。ここからのこの感じ、画面出ないんですよね傾斜って。そう、でもやっぱそうやって撮るとちょっと出るのかな。ちょっと出る、出てほしいですね、この大変なところで打ってるところ。これもまた早いのかしら。
めっちゃ切れた。私もめっちゃ切れます。そして速い。すごい難しいラインじゃないですか、これ。もっと、やばいかも。こんぐらいか。あ、そうっすね。こんぐらいの、もうチョンですね。あ、でも早いんだ。早っ。もっとチョンなんだ。難しい。いや、ちょっと出しちゃったね。もっとこんぐらいでよかったんだ。早いですね。早いですね。その上りにつけちゃいけないっていうのが結構激しめな。でもグリーンが硬いから、どうしても奥、ちょっと上行きやすいですよね。攻めちゃいけないって思ったのに攻めちゃったの。いや、かっこいいっす。